皆さんこんばんは。坂大 TV 編集長の白鳥です。今回は解説者の福田正博さんをゲストにお招きして、今期の J1 リーグ前半戦ベスト11と後半戦展望をやっていきたいと思います。福田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。お久しぶりですね。どのぐらいぶりですかね。代表さんもう終わっちゃったのかと思いましたよやめてください。サッカーダイジェスト TV がやめてください、そういうこと言うの。まだやってたんですね。やってました。でここ来てほっとしましたよ。ありがとうございます。白鳥くんは元気なんで、はい、ありがとうございます。本当にで大丈夫かなっていつも思ってさ、はい、はあ、よかったよかった。まだ続いてんだね、はい、ありがとうございます。順調ですか。まあまずまず、あ、じゃあまずまず、ね、はい、いいですよ。ありがとうす。そこは順調ですって言っておいていいんだよ。あ、分かったですよね。本当本当、言葉重要だから。そうですよね、はあ、言霊になりますね。そうよそうよ、本当、はい、順調です、はい、どう最近、絶好調ですってもうこれ言っといた方がいいですよ。でも福田さん本当にそうよ。本当ですか。でも福田さん現役時代の時意外と、うん、俺だから現役の時良くなかったよね。それはもうちょっとあったらこんな成績で終わってないよ。いやーでもそれ、いや、もっとポジティブになった方がいいんじゃないかな。言葉は、言葉は。ああ、なるほど。ああ、分かりました。どう元気です。元気ですって言った方がずっといいよ。うん、まあそうですよ、ね。元気になるから。分かりましたね。ありがとうございます。うん、皆さんもね元気になって、はい、ね、はい、明るくやりましょう。そうですね。ね、はい。で今日ね、J1 リーグの、まあ、まずはベストイレブンを紹介したんですが、その前に。どうでしょう今期の J1 リーグの前半戦、うん、印象は。印象ですか、うん、まあ、あの開幕前にですね、やっぱり、6年間ずっとあの神奈川県の一地区だけで行ったり来たりしてまして、はいはいはい、川崎 F マリノスっていうところが、ね、ずっと来てた中で、はい、川崎がやっぱりちょっと苦戦したのは大きなニュースかなって。開幕戦に関して言うと F マリノスと川崎でしたけども、はい、あの F マリノス勝ちましたけど、うん、川崎もちょっとこうビルドアップの仕方変えたりとかいろいろちょっとアイデアしながら ね、うん、あ、なんか今年はちょっとまた去年の雪辱を果たすのかななんて思いましたけど、はい、怪我人がちょっとたくさん出たこととか、うん、やっぱり特に最終ラインのところが不安定で、うん、なかなか結果が出ずに川崎が苦戦したなっていうことが一つ大きなニュースと、はい、もう一つはやっぱりヴィッセル神戸。はい、そうですね、うん、どうなの、メンバーいるけどどうなの。例えば、まあ、イニエスタはちょっと移籍しというか、まあ、チーム離れるみたいだけど、うん、他のそのいわゆるバルセロナかとか言われてた中で、はい、バルセロナに関係するゆかりのある選手を結構取って、うん、なんかそういう方向行ってって、うん、なんかメンバーはいるけど日本の選手もメンバーはいるけど、うん、なんか結果を思うようにいかないよねって言った中 で吉田監督がどうするのかなと思ったけど、やっぱり非常にこう現実的なサッカーをして、はい、まあ、どちらかというとその外国籍の選手たちを、まあ、排除という言い方は失礼だけど、自分たちのやれることっていうことでハードワークするってことになると、まあそういう選手ではなくて日本の選手たちでっていう中でこう結果を残した。そうですね、ちょっとここに来て前半、あ、こう中盤戦、開幕からずっと良かったんだけど中盤に来てちょっと勝ち点を落として、ちょっとかなりダントツでいくかなと思った中でちょっと勝ち点を落としてるけど、その中でも1試合少ない中で、まあ F マリノスもし勝ってばですよ、F マリノスと勝ち点が並ぶから、はい、まあ、非常にその辺はヴィッセルとして、ヴィッセル神戸としては驚きかなっていう感じは俺はしてるけど、そうですね、本来持ってるメンバー、うん、特に大迫が復調したことがやっぱり神戸を全体が押し上がってるのかなっていうことと、あと浦和だよね。浦和、はい、うん、浦和がやっぱ監督変わってどうなるのかなって言った中で、ちょっと前線はちょっとタレント不足かなという感じは若干あるけれども、うん、その中でも守備のところでホイブラーテンを取ったことが大きいかなっていう、うん、ACL もその中でうまく取って、うん、はい、開幕の2試合はやっぱ 2-0-2-0 で敗れて、うん、ちょっとまずいなって感じだったけど、はい、そこで思い切って監督がやっぱり方向性を変えて、うん、興梠をやっぱりワントップに置いて、はいはいはい、本来去年まで築き上げてきた後ろからのビルドアップってことをうまくやりながらね、うん、守備のところをうまくこう調整しながら、うん、点はなかなか多くは取れてないけどうまく勝ち点を積み上げてうまく勝ち点取ってるのかなと。開幕の2連敗あってその後ずっと ACL とか天皇杯とかルヴァンカップも含めて負けなくて、はい、ACL の開けた J リーグのサガン鳥栖戦以外でに負けた以外、うん、負けてないのよ、うん、27試合、はいはい、うん、これはもう見事だと思うよ浦和としては。すごいですね、そのやっぱ守備のこう強さというか硬さね、本当特筆すべき。そうね、あとは、まあ、あのいつも俺は話してんだけど、カップ戦は1点も取らなくても優勝できる、あ、あの、はい、レギュレーションなんだよ、うん、ただリーグ戦は
勝ち点を3取るか1になってしまうかって大きいのね、うん、逆に言うと引き分けになると2落とすって形になるんで、うん、優勝するためにやっぱり点を取っていくことが必要なんで、はい、今後浦和としてはどうやって点を取っていくかっていうことは、うん、前半戦終わって他のチームもある程度やり方分かってきて、はい、その中で戦ってくるんで、それ以上のものを出していかなきゃいけないから、うん、ここが後半は試されるのかなっていう感じはしてるけどね、うん、なるほど、うん、あと鹿島だよね。あ、そうですね、鹿島はそうですね、やっぱりちょっといろいろあって、ね、ありましたね、どうなるのかなって。俺ね、ちょうど連敗4連敗した、はい、神戸戦4連敗目、うん、もう大変な敗戦だったわけよ。でスタジアムもちょっとあまりいい雰囲気じゃなくて、うん、はいはい、その後の新潟戦も解説だったよ、続けて、うん、はいはい、だそこのちょうど天気のところを俺両方やってんだよね、うん、そこから守備のところ、いわゆる 4-4-2 に変えたんだよね、はい、いわゆる、うん、で、まあ、まあ、いわゆる、鈴木優真がやっぱいろんなことやりすぎてた俺は気がして、ずっと開幕も言ってたと思うんだけど、ね、彼にやっぱ点を取らせることで、それ以外のことじゃなくて、いろんなことできちゃうけど、うん、やっぱり整理させてやった方がいいんじゃないってずっと話してて、はい、その中で彼がやっぱりそこは整理して、うん、新潟戦から 4-4-2 になったこともあるんだけど、はい、非常にそこで整理されて、チームとしてはいい守備から、うん、やっぱり前の選手をうまく使いながら、そこから鈴木優真も点取れるようになって、でそこからやっぱり失点も少なくなって、勝ち点を積み上げるようになって、よく復調してきたなと。そうですよね、監督交代まで支えかれるようなかなりチームとしては良くない状況の中で、まあしっかりと判断してね、まあメンバーも少し変えながら、はい、中盤の選手も変えながら、ワンアンカーじゃなくてツーボランチにして、うん、本来持ってる 4-4-2 の形でやって復調してきたかなっていう感じはするけどね。いや本当に福田さんおっしゃる通り、もう鹿島なんて激動みたいな感じですし、そういうチームがなんか複数あったことでなんか盛り上がった印象もありますよね。あ、もうその通りだね、うん、だ鹿島はねちょっと開幕からまあ 4-3-3 でやって、うん、ちょっとうまくこうボールの動かないっていうこともあって、前線ワントップにしたよね。で、まあ、知念を置いて、うん、まあ、左に鈴木優真を置いて、うん、で佐野海舟がいてってこう、うん、ちょっとそういう形で結果が出たんだよね、うん、でそれでこう途中で 4-4-2 で試合の中で変えたりもしたんだけど、うん、その最初にちょっと結果がそれで出てしまったことが途中でうまくいかなくなったから、はい、うん、裏としては最初に結果が出なかったことですぐ修正することができたから、うん、そこからこう回復することができた、うん、で川崎に関してはちょっと怪我人が多くて、うん、なんかちょっと試行錯誤しながら、うん、ちょっと川崎ファンの方にはちょっと申し訳ないけど、うん、川崎のサッカーってすごく精密なサッカーなんだよね。一、うんうん、人二人やっぱそのレベルに達してない選手がいると途端に狂ってしまうっていうサッカーで、もしかするとあれだけね選手が毎年のように抜かれていったことで、うん、ちょっとそのそこのレベルまで達してない選手を使わざるを得なくなった、はい、ちょっと何年か前だったらもしかしたらサブにから途中から出てくるような選手がスタメンで出なきゃいけない、うんうん、もしかしたらサブにも入れなかった選手がスタメンで出なきゃいけないっていうような大道理事になってしまって、はい、特に後ろのところの不安定さが、うん、やっぱりここまでちょっと思うようにいかなかったのが、少し中盤でメンバーが戻ってきて、怪我人も少し戻ってきた、うん、レアンドル・ダミアンとか、はい、大島とか戻ってきた、うん、まあ、その辺で少しねあのチームとしては、ただセンターバックのところが、川崎やっぱサイドバックも高い人ってくるんで、センターバックの能力ってすごく重要で、はい、改めて代表戦の中見ると、うん、谷口の存在、うん、大きいですよね。でエルサルバドル戦見るとさ、うん、エルサルバドル戦じゃないか、その後かペルー戦、ペルー戦か、うん、ペルー戦解説だったんだけどさ、はい、川崎の 2-3 年前までいたメンバーがさスタメンなわけですよ、4人ぐらい、はい、エルサルバドル戦だな、あの森田がいたからね。あ、そうですね、ああ森田はこの間は途中からだったからさ、はい、もうまさにね旗手もいい、うん、ね、三笘もいて谷口もいて、うん、で森田もいたと、うん、ほんの 2-3 年前まで川崎の主力だよね。その選手たちがやっぱごっそり抜かれてるから、うん、やっぱ難しいなって、改めて J リーグ難しいなと。そうですね、うん、でやっぱりこう川崎みたいなサッカーするチームはやっぱり能力のある程度水準の高い選手が揃ってないとやっぱりリズムは狂ってしまうんだなっていう感じがして、うん、その中でうまくね鬼木監督がうまくこうやりくりしながらうまく戦ってるとは思うけど、相当苦労されてるなっていう感じ、うん、印象はあるな。数年前まではもう要するに、まあ、簡単に言うと爆発的な攻撃力で大量点を取ってたのがなかなか、ね、それはねでもね後ろの安定があったからなんだよ。あで中盤のその構成力があったから、うん、そういうのがあって
さ支えてるものがあったから安定がしてるから前が爆発できた、うんうんうん、で、まあ、5人交代うまく使えた、選手層も厚かった、はい、なんかそれだけ溜まってきたって言い方するんだけどさ、うん、選手が溜まってきたんだよ何年間でかんでね、それがどんどん出ちゃって出ましたね、溜まってないよね、うん、でまあもう川崎の話もそうだし、まあ、相変わらずサンフレッチェ広島も、うん、まあ監督はねあの2年目だけれども相変わらずこう攻撃的で、ちょっとここに来て浦和に負けたり、うん、いや勝てなかったり、はい、川崎に敗れたりしてるけど、うん、俺は両方とも試合見てるんだけど、うん、内容的には負けゲームじゃないよね、うん、どっちが勝ってもおかしくないようなゲーム、それをちょっと落としてるっていうことで非常にチームとしては安定してるし、十分上位までいけるのかなっていう感じはするよね、うん、そこの部分ではまあすごくまあサンフレッチェなんかにしても若い選手も使いながらうまく監督が躍動させてるなっていう印象はあるけどね、はい、あと名古屋はユンカーだね、福田さん言ってましたもんね、ユンカーがハマったね長谷川健太監督のやっぱサッカーにはやっぱハマってる、もともと守備のところが安定してて、うん、ユンカーが入ってることでやっぱりそのマテウスであったり長井っていうものがこういって、で当然その中でユンカーがうまくこう作用することがやっぱりもともと持ってた後ろの守備の安定っていう、うん、米本そして稲垣この辺がうまく躍動しながら本当にうまくサッカーできてるのかなっていうふうには俺は思うよ。でも福田さんの開幕前に話してた通りのサッカーを名古屋はやって、しっかりその中でキーマンと言ってた人が活躍してる感じがしますね。まあ俺が言ってたわけじゃなくて、もう見るからに分かったので、まあそうですね、長谷川監督がやろうとしてることで、うん、まあユンカーのことはある程度俺は裏でずっと見てたから、はい、それはハマるよねっていう、うん、それはもうある意味ドハマりしてるよね、うん、俺はもっとなんかユンカー裏にいた時やってたような気がするんだけど、名古屋の時もやってるけど、うん、なんか俺はもうちょっと上のレベルでやってたような気がするんだよね、はいはいはい、点取ってるよ、うん、で名古屋で十分活躍してるけど、うん、なんかもっとやれるんじゃねえかなって俺はちょっと思ってんだよね、俺の中では、うん、十分やってんだよ、うん、でもっとやれるんじゃねえかなって思ってちょっと見ちゃってるんだけど、うん、なんかちょっと物足りなさを若干感じてんの、なるほど、もっとやるのになって、うん、もっとやれるはずなのになって見ちゃうんだけど、それチームも違うし役割も違うからかなとは思うけど、十分名古屋をこう押し上げてる、うん、一つなかったピースを確実に入れてる、うん、長谷川監督のやりたいサッカーがうまくできてる、もうまさに一つハマったなっていう感じはしてるけどね、はい、本当にそこは。あとちょっとずっと話長いけど、はい、ペトロビッチさんはやるね。ああそうですね、札幌、札幌ね、打ち合うね、はい、俺柏と札幌の試合開催だったら5対4なんだよ、はいはいはい、5対4ですね、5対4のサッカーじゃないよ、もう 3-0、4-0 で勝たなきゃいけないのに、そんなカウンターで失点するっていうような、まあ見てて楽しいね。ただ優勝するチームではないなと思うけど、まあペトロビッチさんが自分でも言ってるけど、まあ本当にノーマルに見たら、私はその札幌の試合見たいと思う、そんなサッカーをしてるんだって言ってたけど、俺もその意見には同感。なるほど。なんかいつ点入ってもおかしくないし、いつ点取られてもおかしくないような、ハラハラドキドキ。いやあれはすごいぞ、うん、いやで一番点取ってるもんね、うん、前半でね取ってます、うん、F マリノスも点取ってるんだから、取ってる、とんでもないよ爆発力、取ってるし点も取られてます、いやすごいよどの試合も点が入るゲームが失点もするし得点もする、なんかハラハラドキドキするような、なんかある意味エンターテインメント性があるような、はい、なんかいいなっていう、それはそれで色あるなっていうふうにちょっと魅力的だなって俺は思うけどね、はいはい、ここから、ベストイレブンにね行きたいと思うんですけど、まずちょっと新谷さんがあのスパチャをくれたんでありがとうございます、はい、じゃあ今の話を踏まえてね、福田さんが選んでくれたベストイレブン、はい、これあの一人ずつ紹介していくと5時間くらいになっちゃうんで、俺長いからね、はい、話がね、はい、なので聞き飽きちゃってるから、いやいや、そんな、なので一気にね、これもうね、あ、一気にいっちゃう、一気にいっちゃいます、うん、おっとダダンと、ダダンと前半戦のこのベストイレブンはこうなります。これね、はい、ベストイレブン選ぶのは難しい、はい、で一つ謝っときたい、はい、これとりあえずまだ消化試合が違う、はい、あの神戸と浦和が消化試合少ない、はい、川崎も少ない、はい、まあ湘南も少ないと、うん、上位のこのところになってくると浦和とやっぱり神戸が少ないから、はい、神戸がこれ勝つと F マリノスと並ぶんだよ、勝つ、はいはい、でも F マリノスから俺は一人しか選んでないんですよ。そうなんです、僕もね一番気になったのはそこなんです、選びたいんですけど、はい、
F マリノスやっぱり全然タレントいるけど、メンバーチェンジをたくさんしてんだよね。こう誰っていう感じじゃないところがちょっとあるんだよね。後ろも中盤も最終ラインも、なんかみんなでやって5人交代うまく使ってこう勝っていくんで、本当はもっと選びたかったけど、なんかそれをもし選ぶとすると、そこのところのインパクトっていうことになると、もう間違いなくもうアンデルソン・ロペス入ってくるんだけど、まあそうですね、じゃあ誰ってなると、こうなかなか難しいんだよね。いいよ、ほとんどいいのよ、だけど誰かに頼ってる感じじゃない。なんか複数人でチームをこ う, うまく回して戦ってるから、そこのところはなかなかちょっとインパクトがちょっと俺には、選ぶにはちょっと他の選手の方が強いかなって思って、ちょっと申し訳ないけど、F・マリノスのサポーターの方には申し訳ないけど、じゃあ畑中どうなのって言った時に、失点はやっぱり浦和が一番少ないんですよ。ここね、一試合少ないですけど、はい、本当に少ないんですよ。そうするとやっぱここどうしても選んでしまうんだよね。で、実はゴールキーパーは俺前から入れてたんですよ。はい。そしたらこれを選ぶ一つ前で、前からちょっとチョンボして失点の数が浦和よりも多くなっちゃったんですよ。なりましたね。でここを西川に変えました。そんな事情もあります。いや、浦和はやはり12失点です、ここまでね。これは見事だと思います。見事ですね。開幕うまくいかない中で2失点2失点してるんですよ、でそこの4失点を除けば、で ACL の終わり、変わった後の突戦で2失点なんですよ。だからほぼほぼやっぱりものすごい安定感してる、安定感があるんですよ、ここを僕は話す外せないかなと、西川も含めてね。ただ酒井に関して言うと、もう圧倒的にインパクト残してるけど、ちょっと怪我で出てないんですよ、試合。そうですね。じゃあ誰ってなった時になかなかこれも難しいんですよ。なるほど。じゃあ酒井豪徳ってのは酒井豪徳も出てない試合もあるんですよ。じゃあ F マリノスってなったら、 F マリノスも結構ここ怪我人がいて、そうですね、いないんですよ。はいはい、だからそれはちょっと困ったんですよ。だからそうすると酒井かなって思った、酒井宏樹かなと思ったんですよ。なるほど。で森下は僕はもう名古屋としては、名古屋もこれ入れたいんだけど、ちょっとサイドバックも浦和でちょっと固めてしまったんで。そうですね、名古屋か浦和かって感じですもんね、守備のところ、ね、そうすると森下入れさせてもらいました、まあ代表にも入りましたけど、はい、右でも左でも行きますけど、最初はこう左でやってましたけど、対戦相手にとって右でも できると、で酒井宏樹は右なんで左でちょっと入れさせてもらいました。いやもうショルツ選手は今季見てもうナンバーワンじゃないかなと思います、 J リーグ。まあもう、まあショルツはなんでこんだけ安定してるかって言ったら、ホイブラーテの存在大きいんですよ。でヘディングの空中戦はホイブラーテなんですよ。ショルツ実はそんなにヘディング弱くないですけど、攻守 の守備に関してもほとんどホイブラーテなんです実は。だからこの2人の関係性は見事です。こう幅取ってのビルドアップも含めて後ろの安定感、もうここは見事だと思います。これはもうショルツホイブラーテはちょっと外せないですよ。ちょっと替えは効かないかなと、今シーズン前半に関して言うと、これは見事です。これはでね、ここが一番なんですよ。ここタレントいます。はい、タレント豊富です。浦和で言ったらまあ代表にも入りましたけど、ね、伊藤博樹、はい、ね、岩尾だっていいですよ、斉藤美月神戸いますね、山口もいいです、さっき言いましたけど米本もいいです、インターセプト多いですからね、稲垣も安定感抜群です。はい、じゃあ F マリノス誰ってなったら、これはもう渡辺浩太ね、木田、この外せないですよ。外せないですね、はい、じゃあ、サンフレッチェ広島、ちょっと代表からちょっと怪我で入りましたけど、はい、河村もいますよ。ここはちょっとタレントいるんですよ。だけど僕はちょっとね、前半わーって勢いって、ちょっとここに来て勝ち点伸びなくなりましたけど、神戸の躍進ってやっぱ目についたから、で斉藤美月の存在は僕は大きいと思ってますよね。まあアンカーでこう斉藤美月の存在は僕は大きいと思ってます。で、なんと言ってもさっき言いましたけど、一番前半戦点取ってるこのコンサドーレ札幌、札幌の金子はいいですよ。あともう一人今年ちょっと入れてないですけど、はい、札幌からね入れたいんですけど、ちょっと入らなかったんですけど、はい、ここはサンフレッチェ広島から今日移籍してきましたよね、弟。ああ、はい。浅野選手。浅野、浅野いいですよ。これ、兄貴より僕はいいんじゃないかと思ってます。兄貴の方が不器用なのが武器ですけど、器用です。なんか通販みたいなテンションになってきましたね。本当に浅野はいい。
これ入れたいんだけどね、浅野ね。浅野はそうですよ、浅野。でもね、金子もいい。金子の仕掛けはいいですよ、ドリブルも多いですし。あれですよ、ね、浅野金子はちょっと外せないんですよ。金子選手はだからあれです、左足の得点数リーグ1位で、1試合の平均クロス数もリーグ1位です。いやもうすごいですよ、うん、ドリブルももちろんすごいです。すごいすごいです、うん、ここいるんですよタレント。本当は武藤こっちなんですよ、うん、そうなんですよ、神戸では、神戸では。だけど金子ここに入れるために武藤には左に行ってございました武藤はもうこの酒井、武藤、大迫、これはヨーロッパからの元代表選手の帰り、うん、この強度の高さはもう目を見張る、この3人。いやすごいですよね、攻守においてのこの強度、うん、この3人の強度があまり目立たなくなるような J リーグになってもらいたい。目立ってますけどね。いやだからそのぐらい J リーグのレベルが上がってもらいたい。彼らの強度高いですよ、ヨーロッパでそこまでは目立たない、普通だから、うん、だけど彼らが目立たないぐらいの強度になるぐらい J リーグのレベルがそういう高い強度になってもらいたいなと僕は思ってます。そのぐらい目立ってます。いや目立ってます、攻守において、うん、アシストも多い、点も取ります。武藤の攻守の貢献度高いですよ。いやすごいです、すごいです。これはここまで神戸引っ張ってるのは武藤の存在大きいです、うん、もう間違いなく。それと伊藤亮太郎、はい、こう月間 MVP2 回ぐらい取ってるんですか、うん、これ新潟ではちょっと下位ですけど、僕はやっぱり今ね10番の選手ってなかなかいないじゃないですか。です、ね、これ10番じゃないですよ、うん、ポジションは、あ背番号は、はい、ただそのクリエイティブさ、うん、アイデア、これも抜群ですよ。やっぱもう あそんなことするの、あそれやるの、うん、後ろから来たら必ず前向くの、うん、簡単に相手の逆取ってターンする、これ楽しみですよ。見てるだけでウキウキしますよ、ワクワクする、うん、そういう意味ではちょっと外せない、うん、ね。フリーキックの質もね、なんかいいですね。浦和にね、高校から来ましたけど、ちょっと思わず行かずに、そうそうそう、ちょっといろいろ出て、また活躍して、浦和戻ってきて、またうまくいかず出て、うん、で、新潟でやっと開花しましたよ。そうですよね。それはやっぱり、いろんな経験があって、うん、今、新潟。で、ちょっと移籍しちゃいましたけど、非常に前半インパクトを残した選手の一人じゃないですか。はい。なんか今ちょっと欠けてる、うん、サッカーにおいて、こんな選手いたらいいな。うん、でも今は強度の部分で、どうなの、そのサッカーじゃなくて違うんでいいんじゃないっていう、うん、機械的でもっといいんじゃないっていうような、裏はどっちかっていうとそういう強度を高めた、はい、縦に速いようなサッカーしてますけど、うん、そうじゃなくてやっぱこうアイデアを出してくるようなそういう選手っていうのは僕はちょっと必要だなと思って伊藤亮太郎ここで入れさせてもらいました。あとはもう大迫ですよ、うん、収まる、点取る、アシストできる、あーまあ守備もするね、もう前半は言うことなすじゃないですか、うん、言うことなすですよなすですか、言うことなす、こうアンデルソン・ロペスとともにこう言うことなす、うん、これ素晴らしいですよ、もう完璧じゃないですかね、これ異論はあると思いますよ、もちろんもちろん、なんで1位のね、うん、エグマリノスが1人なのと、これね11人選べって言ったら難しい、いやそうですよね、ここにここここ、いやそこはもうここね、タレント豊富、もうそこはこの、ね、上位のねチームね、みんなここいるから、はい、うん、だから得点が多い、失点が少ないっていうことでちょっと選ばさせてもらいました、はい、その数字で。いや全然僕全然異論ないですよ、うん、まあそれはねいろいろあると思いますけど、うん、まあちょっと浦和がちょっと多いんじゃねえのって話ありますけど、失点少ないからね、うん、で前線はやっぱりこう F マリノスとやっぱりねこの神戸も点取ってますから、でやっぱり夏だってコンサドーレから僕は入れたいんで、そういう意味では、はい、浅野君も入れたかったですけど、うん、まあちょっと今日は金子くんだけで、いやいいんじゃないですか、ね、こんな形にさせてもらいましたよ、はあ、福田さんこの11人の中でじゃあ前半戦の MVP 選ぶとしたら、いやそれ難しいな選ぶ選ぶとしたら、ここ俺は大迫、おおそうなんですね、神戸やっぱ引っ張っては僕大迫だと思うんで、うん、そら武藤もあるよ、そらでも大迫かな、うん、なるほど、大迫の存在大きいよ、うん、逆に言うとこれから後半戦のそのいろいろな話していくと思うけど、うん、替えが効かないんだよね、そうですよね、ちょっと悪い言い方すると人に依存してる、当たり前なんだけど、うん、替えがあまりにもちょっといなさすぎる、それはちょっと心配、結構神戸ハードワークするし、ね、ちょっと怪我人も増えてきた、じゃあやっぱりこの消耗する夏場
どうなるんだっていう、だそこはうまく乗り切れればいいけど、ね、うん、特に替えが効かない、うん、大迫いなくなったらどうなんのって話になっちゃうから、特にここの大迫のところはいるいないはもう大きな差になってくるんで、うん、彼が1シーズン通してコンディションがいい悪いは別にして出続けられるからね、うん、そこそこのコンディションでそういう戦いができるかが神戸によっては後半戦は大きくその作用するかな、うん、逆に去年優勝した F マリノスはタレント豊富だから前線、うん、そうなんですよね、替えから替えに出てきだからこそちょっと一人しか選ばれなかったってこともあるんだよ、うんうん、誰いろんな選手が活躍してるからそこはうまくこう使えるのが F マリノスの強みだから、唯一上位でそういうチームは F マリノスだけなんだよ、そうなんですよね、さっき言ったけど名古屋もじゃあユンカいない、じゃあマテウスいなくなったらどうなるのって話になるから、浦和はそもそも前線いないから逆に言うと後ろがちょっといなくなったら大丈夫かいって話はあるよ、うん、それは逆に言うと本当にマリノスも怪我人が出てるんですけど落ちてこないですよ、ね、あそれは F マリノスの強さだからですよね、これはもう圧倒的に戦力があるから、うん、だから誰って選びづらいってところがあるわけですよ、で宮内も戻ってきたよね、そうですよね、でちょっとああいう形で点取ってさ、うん、こう勢い乗っていくわね、ああいうこれはやっぱああいう形っていうのはさ、うん、ちょっとお見事だよね、貸し合わせみたいなやっぱ勝ち方をするチームって勢いに乗るじゃないですか、そうね、そうね、それはそうなんだよ、うん、ああで逆に言うと神戸はそういう形で落としたからこの間、そうですね、最後引き分けでよかったとは思うけど逆だよね、うん、だからあそこの部分はちょっとどう出るかなっていう部分では選手層が厚い、そうなんですよ、去年も優勝したと言ったと思うけど、これ言ったか分かんないけどマネージメントうまいんだよ、それだけの選手ベンチに置いといてチームの一体感っていうのは損なわずにやれるんだよね、うん、なかなか言葉で言うの簡単だけど難しいよ、いや難しいです、うん、みんな出たいんだからプロの選手は、だけどチームのためにみんなが働けるっていうのは F マリノスの良さで、誰が出てもで5人交代できるっていうのはベンチメンバーの力重要なのよ、重要ですよね、今怪我人の話したけど、うん、怪我人が出るのはどこもあるけどそうじゃなくて途中から投入できるってこと、うん、そうするとある程度の選手が90分やんなんで70分でやれると回復も早いから怪我をするリスクが減るんだよね、うん、そういう部分でエウマリノスはパリ一歩リードかなって気は俺はするんだよね、うん、じゃあねここでちょっと福田さんにも改めて後半戦展望してもらうんですが、ちょっと順位表を改めてちょっとおさらいをしてみましょうか、まあ、今勝ち点でいうとこういうような並びになるんですが、試合数のね、やっぱそうだね、神戸と浦和に関して言うと1試合少ないんで、うん、ここのところはちょっとどう出るかわからないけど、そうやっても F マリノスと、まあ、神戸が勝ったとしても勝ち点は並ぶよね、浦和、うん、も入ってくる、まあこの辺の上位、まあ、鹿島も含めて川崎がどう出てくるかわからないけど、うん、その辺の争いなのかなっていう感じはするけどね、具体的にどうでしょう、どのラインまで優勝の目というか、上が伸びなければ鹿島ぐらいまではあるのかなって俺は思ってるけ ど、セレッソもやっぱ粘り強く勝ち点を積み上げてきてるんだよね、香川選手もね結構そうね、ボランチのとこでね、うまくね、うまくなんかボールさばきながらねやってますよね、ちょっと形ができてきたかなっていう感じ、はい、セレッソも、うん、前半戦いろいろ試行錯誤しながら少しずつ、鹿島もそうだしセレッソも苦戦したけど形はできてきた、うん、はい、浦和もやっぱり開幕2試合うまくなって形出てきた、はい、神戸は開幕、まあ、からうまくいってる、うん、名古屋もそのまま、ヒグマリのその去年のままだよね、はい、川崎はちょっとメンバーが揃わずにちょっと苦戦してますみたいな感じだけど、うん、まあ、そういう意味ではサンフレッチェもそのまま去年のままいい形でやれてるっていうことなんで、うん、まあ十分戦い方が熟知されてきてるんで、ただ一つ言えることはまだちょっと動きはないけど、去年の鹿島みたいに上田がいなくなりました、急に戦力が落ちました、そこを取ったけどうまく埋まりませんでしたってことは J リーグの場合特にあるんで、ありますよね、逆に言うと取ってうまくいくこともあるだろうから、そこのところはやっぱり夏を過ぎた時にどうになるか、チームの強化っていうのは非常に重要になってくるかなって思うな、怪我人も含めてだけど、選手補強っていうのは非常に重要、抜かれる選手も含めてね、はい、回も含めてだけど、うん、そこのところは抜かれたところうまくやれるのか、まあ、ちょっとガンバのところ触れなかったけど、ガンバがここにいるのもちょっと驚きかな、驚きですよね、うん、まあ、ちょっとねうまくいかなくて監督が変わったよね、ガンバもね、ガンバ変わってないっけ、うん、変わってないか、変わってないです、
うん、あそうかそうか、うまくこう粘り強くやってどうにかなったんだよね。最近だいぶ復調してきて、ね、勝ち点を積み上げてきてはいますけどね。FC 東京が変わったのは、変わったのは FC 東京で、そのガンバ大阪に完敗した後、そうかそうかそうか、はい、監督ガンバもなんかね、はい、ちょっとどうなるか分かんないけど、うん、なんかいい外国籍の選手いるけど思うようにこう勝ちきれない、ね、メンバーいるけど思うようにいかない、うん、やろうとしてるサッカーをやってるけど思うように勝てないみたいな感じでちょっと苦戦はしてるよね、はい、ただ残留争いっていうか1チームだけだからね、降格するのはね。そうなんですよ。そういう意味では少し余裕持ってやれてるところもあるのかもしれないけど、うん、はい、ちょっと分かんないね、どうなるかね。分かんないですね。だから今福田さんがこのベストイレブンに選んでくれた伊藤選手も新都トロイデの移籍が、そうだよね、新潟も含めてだよね。なかなか、まあ湘南もね、いいのかなと思ったけど、そうですね、湘南らしさ、我々の知ってる湘南らしさっていうのが失点が少ない、点はあまり取れないけど失点も少ない、堅実なサッカーするっていうのが、点は取るけど失点も多くなっちゃって、はい、やっぱ気がついたら2番目でしょ後ろから。そうですね、思ったように勝ち点伸びてないんだよね、はい。で現状または町野選手が噂レベルですけど、また海外に移籍するんじゃないかという。いや俺はもう開幕からそう思ってたけど代表に行ってるし、その影響力あるし、やっぱりそういう何、上手くなりたいっていうかさ、もっと厳しいところで自分を磨きたいって思いがさ、当然より強くなったと思うね、うん、去年のワールドカップでね、はい、当然夏でそういうことあるだろうなっていうのは思ってたけど、そうですね、チームもそれは理解してるだろうから、その準備はしてたとは思うけど、うん、ちょっとこういう形でね、大橋が開幕3試合目ぐらいで怪我しちゃったんだよね、よかったのがね。そういう部分も含めてね、ちょっとどう出るかなっていう感じがする。あと、なんだっけ、小野瀬、はい、小野瀬も良かったんだけど、怪我でちょっと離脱とかいうことで思うようにいかなかったところもあるけど、まあ湘南もちょっと心配だなって感じですけどね。そうですよね、最近本当に勝ててないので、うん、あとはあれですね、 FC 東京は明日が、クラモスキー監督に代わってのウィーン、なんかクラモスキーはやりそうな感じがするんだよな。本当ですか。ただ FC 東京のサッカーっていうか考えに文化に合うかだな、まあ、俺はやっぱ堅実なサッカーをするチームだと思ってるよ今まで。それを守備的とか言い方ではなくて、非常にこう派手さはないけど堅実にやっていくサッカーだと思うんで、クラモスキーさんも、ただそうは言っても F マリノスもそういうチームだと思ってたけど、うん、ガラッと変わったよね。変わりました、うん、だからどう出るか分かんないけど、日本のことは理解してるし、うん、どちらかというとそういう思考を持ってるんで、どういう風にやっていけるのかなっていうのはちょっと楽しみは楽しみだけどね、はい、やっぱ頑張ってもらわないと、東京には。そうですね、首都圏だから、うん、本当に首都圏のねクラブがこう強くないとなんか盛り上がらないのかな。俺の好き勝手な意見だけど、結構引っ張ったなっていう感じ。あ、アルベル監督を、はい、うん、ちょっと厳しくねえかなって、去年ぐらいから言ってることと表現できてることが思いにいってない感じだし、はい、今年もそれがうまく表現できてない試合が多々あった中で、うんうん、いや川崎に国立で勝ちました、いやものすごく大切なゲームで勝ったのは、うん、でも内容的には言ってることとやってることは全然違う中での勝利だったんじゃねえのっていう感じは俺はしてたから。いや、まさにその通りです、うん、それでいいのかな、うん、そっちで触れてやってんだったらいいけど、チームとしてどういう判断だったのかなっていう意味ではちょっとかなり引っ張ったなっていう感じはしてるけどね、うん、いや本当にアルベル監督が言ってた理想と実際やって勝った試合の内容を見るとだいぶ食い違いは、勝った試合に関して言うとね、うん、それをやろうとして負けることは多かったけど、うん、勝ち試合はどっちかってそうじゃないし、そうじゃないし、去年からずっと多かったから、去年もそうなんですよ。だからそれはちょっとどうなのかなって、うん、そこの評価は FC 東京どうだったのかなっていうのは俺たちが評価することじゃないけど、はい、外部から見ててどんな評価してたのかなっていう気は若干してる、うん、そうですね、アルベルさんが悪いわけではないけど、うん、なんか言ってることとその結果とはちょっとかなりなその差があったような気がしたんで、うん、ちょっとそういう中ではかなり引っ張ったなっていうふうに俺は思ってるけどね、俺は個人的にね。はい、わかりました。ちょっとね後半戦展望する意味でちょっと次節のね明日から J1 リーグが再開するんですが、ちょっと対戦カードをね見てみましょう。福田さんはあれですか、明日なんか解説する試合とか。裏は川崎だね。ああ、ここはまあ楽しみね。川崎もちょっと復調してきてるとか、うん、連勝しているから、はい、苦しい中でもうまく連勝してるし、うん、柏戦は俺解説だったんだけど、川崎のね、はい、ホームだったけど、堀井監督も言ってたけど今シーズン一番いいサッカーだった。あ、はい、その後広島1試合、神戸戦がちょっと悪天候で
台風だったかな、はいはい、なんか移動とかいろんなことなくなっちゃったけど、はい、でまあ、広島戦やって、広島戦も苦しい試合だったけど、まあ、勝ち切ったよね、うん、だからそういう意味じゃ勢いもあるから、浦和もやっぱりちょっと点が取れてない試合がで引き分けが続いてるから、うん、はい、その辺がどうなるのかなっていう意味ではここの試合も大切、あの注目だし、あと広島横浜だよね、ここですよね、うん、これは結構楽しみだね、うん、広島ホームでしょ、広島ホームです、簡単じゃないよ F マリノスは、いやですよね、うん、まああと名古屋も FC 東京なんで変わったばかりなんで、名古屋も優勝争いするために非常に重要だよね、上位のところで言うとやっぱその辺がやっぱりポイントかなっていう、そうですね、まあ鹿島ガンバもちょっと注目ではあるけど、うん、上位の方ではね、あとは神戸はね、福岡のアウェーゲームですね、神戸も、うん、福岡ちょっとやりづらいよね、うん、ちょっと神戸もちょっと思うように勝ち点が積み上がらない中で中断があって、ここでこうどうやって後半戦に向けてやっていくかっていう意味では難しい相手だけど、うまく勝ち切りたいよね、そうですよね、福岡も守備がはまるとなかなか崩せないですから ね、 そうね、硬いよね、硬いですよね、セットプレーに強いを持ってるし、そうです、そういう意味じゃどうやって、まあ、硬い試合に行って1点を争うようなゲームになるのかなって気がするけど、はい、そうね、その辺の上位のところは非常に楽しみかなって思うけど、ね、広島、横浜、F・マリノスはちょっと楽しみだね、ここそうですよね、広島が勝つとがぜんちょっと混戦模様になるかもしれないし、いや、まあ、混戦模様じゃないかな、うん、広島もついていくためには必要だよね、そうですよね、ここ落とせないですよね、うん、広島ね、浦和、うん、川崎と悪い試合じゃないんだよね、いや内容はね本当にいいんですよ、1-2、1-2で負けてるよね、要はね、はい、全然そんな試合じゃないんだよね、うん、それだけにね、まあ F マリノス戦もそんなゲームにならなきゃいいなと広島サイドにしてみるとね、そうですね、いや本当広島は内容がいいんで、あとは本当になんだろう、連勝というか結果がついてくれば一気に浮上していく可能性もあるかなと思いますよね、優勝争いには残っていくチームだと思うよ、うん、やっぱ攻撃力もあるしさ、はい、非常にこう前からもアグレッシブにやるしさ、面白いチームだよね、どうしよう、後半展望する上で福田さんのどうしよう、注目クラブは他ありますか、え、今言った中で、いや、もう言った中でもいいですし、 FC 東京はやっぱりどうなるのかなっていうのはちょっと楽しみよ、それ上位と戦うから、あ、上位のチームにとってやりづらいじゃん、うん、だどんな風になっていくか、メンバーもいるしさ、はい、そういう意味でちょっと楽しみだよね、上位を苦しめるっていう意味では、優勝争いってことに関してはちょっとあまりにも勝ち点落としてるから、それはないけど、上位のチームにとってはちょっとやりづらい相手になるんじゃないかなって気はするね、実は僕山形も担当しておりまして、クラモスキーさんのサッカーを見てたんですよ、うん、で今季途中で山形を解任されてるんですよ、で結構守備カウンターを食らうんですよ山形前半戦、ね、うん、だそうなると東京、うん、また苦しんじゃうのかなとも個人的にはちょっと思っていて、だ攻撃的にいくからね、そうです、うん、だどうなるかな、明日の名古屋戦なんて殴り合ってくれると楽だよね、楽なんです、ただ名古屋もね、あの神戸も浦和もそうなんです、出てきてくれたら、ね、そうなんです、だから上位対決はやっぱりなかなか難しいじゃん、どっちが勝つかも分けたらそんな僅差だけど、うん、優勝争いをするためにはいわゆる今のいると、まあ、いわゆるあの下のあの9チームぐらい、はい、そのぐらいのチームがやっぱりどういう戦い方してくるかっていうのは一つポイントだよね、うん、そこで勝ち点を落とさない、うん、引き分けじゃなくて勝ち点3をどれだけ取っていけるか、ここは重要になってくるんじゃないかな、そうなんです、で福田さんも触れていただいた通り今季あのやっぱり降格が一チーム、そうなんだよ、そうなんだよ、そうなんだよ、だからコロナの時もそうだったんだけど、はい、降格がない、そうすると下位のチームがあんまり勝ち点にこだわらずに自分たちのサッカーしてくれる、上位のチームは結構楽なんだ、楽なんですよ、うん、だから今言ったようにそれはあるかもしれない、はい、そうなんですよね、だからそこまでガチガチにやってこない可能性はあるんで、うん、そうすると上位のチームがそこまで苦しまないってことになると上位同士の戦いの勝ち点、まあ、いわゆる6ポイントっていうところは必要になってくるかもしれないよね、だから結構やはり今この上位にいるチームがそのままその優勝争いをする可能性が意外と高いんじゃないのかなという見方もできるかな、いや、まあそれはそうだよ、上位下位見た時にやっぱそれなりになってるよ、いくつかちょっと驚きとなところはガンバもうちょっと上に来ててもおかしくないかなっていう感じはするけど、 FC 東京もうちょっと上でもよかったのかなって気はするけど、まあそうは言ってもこう感じないかなっていうところになってんじゃない、
ちょっと川崎の9位っていうのはちょっとうんっていう感じはするけど、まあメンバーからすると致し方ないかなって感じですよ。まあ優勝争いはこの辺になってくるのかなって感じはするけど、ボトムハーフっていうこと、はい、去年は、はい、トップハーフか、はい、うん、ちなみにじゃあ福田さんあえて聞くんですが、本命どこだと思いますか？本命はやっぱりさっき言ったけど、選手層からすると F1 に乗せてなる、ね、優勝経験もあるしさ、うん、それはやっぱり5人交代できるって意味では前線の選手たち、勝ち点3を取るために必要なカードって、うん、やっぱ守備力も必要だけど、うん、だから失点がそんなに多いのって言ったら、実は F1 に乗せて20しかしてない、はい、決して多くない、うん、去年も一番点取ってるし一番失点も少ないチームだよね。で攻撃力あるしさ、やっぱ宮市も戻ってきてるし、やっぱりベンチメンバーがやっぱり充実してるよ。でこの夏に移籍するような感じは俺はないと思ってるんだよね、うん、F マリノスはそういう選手がいないと思ってるんで、はい、うん、そういう意味じゃ F マリノスがやっぱり有利かなって気はするけどな。だから福田さんおっしゃる通り、あの攻守のバランスというのはやっぱり得失点差、やっぱ神戸に次ぐ17なので、やっぱり強さを示 す、 やっぱ、ね、そう、もう圧倒的に点が取れてることだね。うん、神戸もやっぱ点取れてたけど、さっきも言ったけど神戸は輝が効かないんだよな、うん、そうですね、うん、疲れも出てくるだろうし、大迫と武藤の輝がいるのか、うん、特に武藤のじゃない大迫の輝がいるのかってなった時に、うん、ここがやっぱりね難しい、それだけ大きな存在なんでね、うん、だからそうなってくるとやっぱ難しいかな。名古屋も守備のところは計算立つけど、はい、前線ユンカーがいなくなる、もしかしたら永井もそうじゃなくなる、もしかしたらその、マテウスがってなった時に、うん、じゃあ点を取る駒があるのかってなると厳しいだろうなってなるんだよな。浦和もそれはしっかりよ。そうですよね、浦和もそうなっちゃいますよね。守備の安定は圧倒的にある。うん、新しく取った外国籍もそうだし、去年から外国籍の選手がそこまでのインパクトは残せてない、うん、じゃあ興梠でずっと行くのかってなると、そりゃ興梠にかかる負担が大きすぎませんかと、うん、ね、うん、じゃあ大久保もいいですよ。うん、でも大久保がそこまでやれますか、点取れますかってなると厳しいですよねってなる。だから外国籍の選手がどこまでやれるかっていう前線に関して言うとね、林選も含めてだけど、まあ、ホセカンテ、ね、まあその辺も含めてさ、サイドアタッカーも含めてね、どうやってやっていくのかなっていうのは一つ、関根なんかも良くなってきてるけど、はい、やっぱりそこのところはちょっと不安かなって気がするんだよ。そうすると F マリノスだなって感じがするんだよな。そうですね、攻守のバランスで考えると、ちょっとマリノスのこう本命は結構硬いのかなという気がしますね。一つ出てるかなって気がするんだよな。分かんないよ、もちろん今は試合数も違ってますし、勝ち点もそんなに差がないんですけど、なんか前半戦のこういう戦いぶりあたり得失点差見ると、ちょっとね抜けてるかもしれないですね。安定感ある、安定感ありますね。やっぱね点が取れるっていうのは大きいんだよ。ですあとベンチメンバーが充実してるってのも大きい。でそこをスタメン変えられるぐらいのベンチメンバーもいる、うん、でそのベンチに回った選手たちのモチベーションもいつも高い、それずっと証明してる、うん、去年優勝した一つの要因はやっぱそこの選手との厚さがあったよね。だからそういう意味では今年もそれは継続してるんで、うん、他と比べるとやっぱそこは大きく違うかなって気は若干するんだよね。いやそうなんですよね、なんか FC 東京戦とか柏戦見てもマリノスはもう取られたら取り返す力が、そうね、殴り合いは大丈夫だよね。もうあるから、浦和はちょっと殴り合いできません。そうそう、神戸もできません。じゃあ名古屋できますかって言ったらできません。別に殴り合いする必要はないけれども、うん、でもそういうリーグ戦に関して言うといつも言ってるんだけど、やっぱり勝ち点1を勝ち点3にできるか、うん、勝ち点0を勝ち点1に持っていけるか、これがやっぱり優勝するためにすごく必要で、そのためには得点力、あと守備の安定っていうのが必要で、うん、そのバランスがすごく重要だよね。今言ったように攻守のバランスはディフマリノスがやっぱり一番安定感あるかな、うん、裏はまあ神戸も点は取るしたけど、やっぱり前線から守備ってことあるよね。あと名古屋、はい、やっぱ守備がいい守備からいい攻撃っていうのは別にあるから、うん、そうですね、点のとこはちょっと不安かなって感じはするね。そうですね、でも名古屋はあの札幌から中島選手を期限付きで、あのフォワードの、フォワードの、うんうん、札幌で出てないからな。そうなんです。だただまあただね、いつも言うんだけど悪くはない、うん、いい選手だし彼はブレイクする可能性もあるかもしれない、うん、だけど本当に優勝争いをするんであれば、やっぱり
ユンカーがベンチに行く、永井がベンチに行くような、そんな選手を取ってこれたら理想だよね。そうですね。だけどそういう選手たちが前半活躍してて、うん、じゃあ俺後半ベンチかってなったらモチベーションが下がるから、はい、そうもいかないのも分かる、うん、だからそういう選手を取ってくるっていう一つの選択もあるし、うん、必ずしもそういう選手を取ってくることがチームにとってプラスではないってことも分かる。そういう選手たちが思うように活躍できなくなっちゃうからね、はい、だからそこは難しいよね。ただ海外からピュッと取ってきてパッと活躍するかって言ったらそうじゃないんで、はい、やっぱりどっかのクラブで日本でやっててある程度できる選手を取ってくるのがやっぱり現実的な補強かなって気がするよ。名古屋にしてみるとそれは現実的な補強になるかもしれないね。神戸は移籍っていうところで言うとイニエスタ選手がね抜けますね。まあ前半ほとんど出てないし、吉田監督の構想からは外れてたし、ちょっとイニエスタがいい悪いは別にして、イニエスタではなじゃなくてやっぱ前からのハードワークでチーム全体でいい守備からいい攻撃っていうことはできてたんで、イニエスタの出番はちょっとなかったかなって気がするんで、それは致し方ないかなと。まあ彼の対談はそこまで影響を及ぼすってことは、それはないね、なさそうですね、今年の戦い方に関してはね、うんうん、逆に言うとなんかもうちょっと補強できればな、さっき言ったけど、はいはい、裏もそうなんだけど途中から出てくる選手がなんか流れを変えられる選手がいないんだよね、うん、そこまで、うん、そうですね、確かに。Fマリノス、こう6年間Fマリノス、川崎、まあ、途中から出てきた選手が優勝するしてたチームは、うん、インパクト残せてたんだよ、うん、5人交代になってレギュレーションが変わって、そこが神戸はちょっといない、うん、浦和もいない、うん、名古屋もそこまでいない、だから名古屋は取ったってことだよね。多分そうですよね。いや確かにその途中交代で出てくる脅威というところがやはり神戸と横浜を比べてしまうとやはり横浜の方がいや断然ある。そうですね、怖さという意味で、ね、宮市が戻ってきたのもあるけど、はい、選手層は厚くなった、いやもう圧倒的にある。それはもう F マリノスだけしかない。そうですよね、 F マリノスが持ってた。で川崎が強い時はそれを持ってた、持ってましたね。だけどバンバン抜かれちゃったからいやそうですね。他どうでしょう、あの優勝争いはもう以外でも どこかこう注目してる。いやまあセレッソはやっぱり最初ちょっと苦戦してたなと思って、どうなのかなと思ったけど、やっぱりここまで来るもんね、粘り強く戦ってね、自分たちの戦い方しっかりできてるよね、うん、前線も外国籍の選手をうまく使いながら、両性を使いながらうまくやれてるし、はい、まあ香川がうまくこうチームの中でフィットしながらやれてるのかな、はい、守備のところの安定っていうのもあるからさ、うまくやれてるような気がするけどね、うん、ただ優勝争いってことになるとそこまでのインパクトはないかなって気がするんだよね、うん、そうですよね、そうなんですよ、意外とあっさり点取られる時もあって、うん、いいチームなんだけどなっていうのはありますね。そうね、だから優勝争いってなったら得点23、失点19だもんね、はい、まあ、上位行くにはちょっと物足りないよね。物足りないですよね、うん、かなって。どっちかにもっと色持っててもいいのかなって、この辺にいるんだったらもっと失点が少ないとか。そうですね、うん、まあ失点が16でももっと点取ってるとか言うんであればちょっと話は別だけど、うん、まあそこではないよね。そうなんです、だからすごくこうバランスの取れた戦いをしてるっていう、だから優勝争いするにはちょっと物足りないかなって感じは俺は若干してるけど。そうなんです、尖った部分がねちょっと見えにくい、ね、ああそうね、そうね、うまくチームとしてまとまってる感があるねそうなんです、タレントもいるんだけどね。いるんですけどね。まあでもこれ本当にでも降格がどこになるかもちょっとまだわからないですね、本当に。俺個人的にはレイソルに頑張ってもらいたいよ、はい、うん、ネルシーニョさんがちょっと退任されてで井原監督になって、うん、やっぱり井原監督に対しての思いは俺はあるので、頑張ってもらいたいなっていう。コーチの時はね一切ねこうネルシーニョ監督より前に出ない、一本も二本も下がってさ、本当にプロフェッショナルのコーチの役割をしてたな、うん、あれだけの名前があって、で福岡で監督やってさね、その前までネルシーニョさんってやってる時はまだ分かるのよ、うん、でもその後監督やってさ J2 から J1 に上げてさ、でその後辞められてまたネルシーニョさんに誘われてきたけど、うん、普通だったらもうちょっと出るような感じになっちゃうじゃん、それでも出ない中でさ、俺は本当にプロフェッショナルなコーチの仕事してると思うよ。コーチなのにさなんか監督が変わるのを待ってるかみたいな人ってたくさんいるじゃん、
それってプロフェッショナルコーチでは俺は思ってない、そうではないと思ってるから、本当にプロフェッショナル感じたからさ、やっぱりしっかりやってもらいたいな、いい結果残してもらいたいな、点が取れない中でさ、はい、いきなり就任してさ、まあ、神戸とやった試合は 1-1 で引き分けて、その後札幌戦に関してと点の取り合い、その後 F マリノス戦点の取り合い、点が取れなかった、それまで9点しか取れてなかったチームが3点4点、うん、3点取ってるようなゲームになってるから、ね、ただその回失点5ぐらいだったっていうところではちょっと改善はされてきてるのかなっていうふうに思うんで、どうにか勝ち点取ってね、まあ降格から脱出してもらいたいなって個人的には思ってる、はい、なるほど。結構でオフにねしっかりと食事していい話がしたいなっていう、うん、ああなるほどね、個人的にね。毎年なんですか、そうやって1回ぐらいはお食事されてるんですか。まあまあちょっとその食事することもあ、いいですね、タイミングがあればね。なるほど、プライベートなことで申し訳ないです。すいません、いえいえいえ、大体ね、今だいぶ福田さんにも喋っていただいたんで、皆さん もう後半戦の展望も分かったと思うんですけど、これ僕あんま話振るとまた長くなんじゃないかなと思って躊躇してたんですけど、6月の代表戦、6月はい、あ、いや終わったやつ、はい、うん、感想、エルサルバドルとペルー 戦、感想ちょっと聞いてもいいですか。強い、日本が、日本強いちょっとエルサルバドル戦はテレビでしか見てないけど、はい、ペルー戦は現地で解説だったけど、ペルーやるぞ、一人一人能力高いし、はいはい、南米のチームだし、うん、その強豪国とやってその戦い方も熟知してるよな、うん、カウンターもやっぱり鋭いよな、はい、その中で選手たちが何だろうな、なんか余裕持ってやってた、あ、はい、もうそう当たり前なんだけど、うん、なんか彼らが違うステージでやってる感じがする、うん、FIFA ランキング日本は20位、ペルーは21位、うん、ほとんど一緒だよね。じゃあ FIFA ランキングはあくまでもその目安だけれども、でもペルーはある程度強いチームだってことはそれはその FIFA ランキングで分かるよね。でも全く恐れることないし、うん、リスペクトしすぎてないし、だからといって舐めてないし、うんうん、で自分たちには自信あるし、過信はないし、やるべきことをやろうとしてるし、じゃあ競争っていう部分でなんか競争心を煽ってるわけじゃないし、だから俺はなんかやんなきゃいけないとかじゃなくて、チームで与えられた中でその役割をこなしながら自分の特徴を出していく、うん、なんか余裕もあるし、うん、なんかちょっと違う日本代表見てる感じ、うん、今までとステージの違う、うん、ペルー戦はまさにそんな感じでした、うん、あれ日本強いっていう、うんうん、いや僕もびっくりした。そうですよね、うん、ちょっとびっくりした、申し訳ないけど、なんかね福田さんがそんなにベタ褒めすると思ってなかったので、いや実は僕ペルー戦も現地で見てたんで、うん、福田さんの解説聞けてないんですよ。聞け聞きながら見ろ。そうです、だから、あ、そんなベタも、なんかもっと辛口くるかなと思って。なんで辛口なんだよ、はい、いいものはいいよ。ですよね。でその時にね、なんか課題とか言うんだよ、はい、無理して課題は見つけない。なるほど、全部収穫だから。 あるよ個人的には、うん、じゃあ相馬右サイドで使ったりさ、いろいろあったりするけど、はい、でも菅原があんなに成長してるとは思わなかったし、はいはいはい、右サイドちょっとサイドバックってやっぱ一番のテーマだよね、うん、あとセンターフォワードでね、はい、古橋はどうなのって話になった時に、やっぱ日本代表だとちょっと厳しいかなっていう、なかなかいいところないかな、うん、じゃあ上田なのって言ったら、上田はやっぱり期待してるんだけど、その期待には応えられてないよねっていう、何点目か胸でコントロールして起点になったシーンあるよね、うん、ありましたね。あのポテンシャル見せられたら、うん、もっとやれよって思うんだあのボール胸でコントロールできる日本の選手いないよ。確かに申し訳ないけど、あれすごかったですもんね。あれね、ヘディングで競るよ普通、うん、あれ胸でコントロールするってすごいポテンシャルなんですよ、うん、実はそう収めるよね、うん、あれ見せられちゃうとやれよって、もっとやれるだろうって思っちゃうんだけど、うん、ちょっとやっぱ物足りさな感じちゃう、うん、そういう意味ではそこの課題はまだまだあるよ、サイドバックも。でもそこには酒井宏樹がああいう形でちょっと今怪我も多いし、どうなるか分かんないし、年齢的にも、いや菅原あそこまでやるんだっていう、左のサイドはどうなのって言った時に、ちょっとまだまだ試行錯誤だよね。で相馬使ったりさ、左に関して言ったら、まあ6月じゃなくてその前はさ、いわゆるその何バグナなんですかってさ、うん、はい、やっぱり森保さんともそこはどうすんのっていうことはいろいろ
伊藤博樹使ったりさ、伊藤博樹点取ったけどさ、うん、まあ、彼自身はやっぱサイドやりたくないみたいな言い方してるけど、うん、やっぱりそうは言ってもいないからさ、やっぱそこの部分はやっぱり課題はあるけど、うん、だって途中から出てきてるのがさ、堂安と久保だもんね。そうですね、贅沢だよね。贅沢ですよね、うん、だからそこの課題になってるポジションあるけど、センターバックに関して言うともう板倉が圧倒的な存在感しましたよね、うん、じゃあ田口も年齢的にも安定して海外でやってるから、うん、その強度っていうことに関して言うと十分やれるよね、うん、じゃあボランチなんかたくさんいるよ、さっき言ったけど。いましたね。入ってこれないから。入ってこれないですよね、入れないよね、うん、それは入れない、うん、伊藤博樹もいいよと、伊藤博樹でいいのか、うん、いいよと、じゃあ川村もいいよと、じゃあ押しのけて入ってけますか、なかなか難しいよね。いや難しいですよね、うん、それはだそのぐらいタレントいるもんね、遠藤が足りてね、もうだから森田いて、あの2試合見た後日本のじゃあベスト布陣なんだって考えても答え出てこないんですよ。そうだから圧倒的に2チーム分ぐらいあるチームぐらいの選手層が出るようになってきた、うん、そういう意味では森保監督は競争させる必要は全くないんだよ、うん、選手たちは出るためにチャンスを与えられたらやっぱりしっかりとチームで与えられたことをやる、その中で自分の色を出していくってことをやっぱりやろうとしてる、うん、そこに力みはない。それはなぜならばヨーロッパのクラブでそういうことを求められてる日々、うん、だ代表だからってなんか気負ってなんかやる感じもない、うん、気負いがないんだよ。それと相手を恐れてない、うん、相手を舐めてない、だその部分自分たちの立ち位置を理解している、なんかその何圧倒的な違いみたいなものを感じさせてくれたゲームかなって気はする。あのペルー戦後あの伊藤純也選手もあの決して本当に弱い相手じゃないっていうのもはっきり言ってて、それでもそういう相手に対してああいうパフォーマンスができたことはすごい良かったってやっぱ言ってるんで、いや完璧なゲームじゃないの、うん、と思うよ。じゃあ瀬古のワンアンカーはいいのかっていうのは、そこはちょっとかわいそうだかわいそうでしたね。失点した時に頭こせられた時にちょっとポジションって難しいから、うん、でもいろんなことが試せるようなさ、相馬の右サイドなんか面白いよね、うん、アジアで引かれた中でさ攻撃的に行くのにさ、うん、相馬はやっぱやれるしさ、うん、なんかそういうところも含めていろんなことを層の厚さっていうのが出てきてるのかなって気はするし、前も言ったかもしれないけど東京オリンピック世代が前回のワールドカップ結構中心だったわけよ、うん、それがいい年齢になって次のワールドカップを迎えるんだよ。それが今中心になってるよね、うん、だものすごい楽しみなんだよ、うん、だけど何度も言ったけどその下の層選手がもっと突き上げてこないと、うん、その選手たちの成長っていうのを妨げてしまうんで、うん、もっと成長させるために、まあ、そういう選手たちが上がってくる必要はあるけど、うん、なんて言ってもあの選手たちが自覚を持ってヨーロッパで結果を残してその上の世代も、まあ、ベルギーからさっき言ったけど伊藤純也なんかフランスでやれてるよね、うん、じゃああそこ堂安ん久保どうってなるよね。なりますよね、うん、じゃあ右だってさ誰だっけ若い、オランダだっけベルギーにいる名古屋にいた、誰だっけ前節前毎試合点取ったの中村あれそうそうあ中村圭人とかさ、うん、違う色を出したりさ、うん、なんかそういう選手たちも出てきてるじゃん、はい、三笘以外にもさ、うん、なんかあと旗手の存在もでかいよね。大きいですよね、うん、まあ俺は旗手が、まあ、移籍する前に川崎であそこのポジションやってる時にいやあんなにやれるんだと思ってちょっとびっくりしたんだけど、もうまさにそんな存在感示してるよね、うん、だいくらでもいるよね。そうですよね。だから本当に今のこう選手層を見ると福田さんが聞いた話で僕印象深いのがやはりあのアメリカワールドカップ予選のやっぱ津波さんが怪我をした後勝也さんが左サイドバックに入って、その勝也さんがもうベンチに指示を聞きながら左サイドバックをやってたっていう、要はそういう時代と30年前だ。そうなんですよ。それが徐々にだけど、うん、そういう、まあ、まずヨーロッパでやってある程度11人が揃うになりました、うん、だ溜まってきたってことだね。やっぱそうですよね。で前回っていうか、まあ、去年行われたワールドカップに関して言うと、うん、2チーム分って言い方してたけど、はい、うん、その前のロシアはそうやっていわゆるターンオーバーって言うと聞こえはいいけどさ、
そうやってうまく休ませながらやろうとしたけど、そこまでの選手は実はなかった、うん、あったようだけど、うん、けど今回はそこまで行ってたかっていうと、ある程度のメンバー揃ってたけど、でもそれでももうちょっと足りないよね。今回はやっぱりそういうメンバーが揃うんじゃないの、うんうんうん、そのぐらいの選手とか溜まってきたなっていう気は俺はしてるけどね。だそういう意味では楽しみだね。そうですよね。誰かに依存することない。ただ何度も言うけど、サイドバックとセンターフォワードはやっぱずっとついて回るよ、まだ。あ、菅原はなんとなく一歩出た気がする、俺は、うんうんうん、あ、なんとなくやれるなっていう。じゃあ左誰って。いや、そうなんです、左はね本当にずっと左利きでいないよね、うん、いや、バングナガンでもよかったよね、うん、でも J リーグでやってると、これ J リーグの選手とヨーロッパ組の選手が今一緒になって練習するじゃん、もう圧倒的に強度の違いあるらしい、ね、うん、そうですね、よく言い、日本の選手たちはやっぱそこはついていけないらしいんだな、うん、でもそれは前も言ったけど、森保監督も言ってたけど、慣れなんだよ、うん、日常が変わったらできるんだけど、日常がそうじゃないから、だからさっき言ったけど J リーグがそういう日常になるぐらい、酒井宏樹、武藤、大迫、この選手たちが目立たないぐらいの、うん、強度のリーグになってきてくれたら、海外の選手とそんなには遜色なくなるけど、うん、そのためにはどうしたらいいのって俺聞かれたんだよ、はい、チェアマンに、うん、それは外国人枠撤廃した方がいいんじゃないって俺は話した。あ、それも一つのあんたと、それが全部改善するわけじゃないよ、うん、でもそういうことをしていかないと、いろんな考え方、うん、いろんな強度を持った選手たちとやっぱやっていくっていうのが非常に必要だから、うん、その中でやっぱ揉まれていくことは J リーグの中で必要なんじゃないかなっていう。いや、もう ACL も含めて、うん、J リーグが5人だったよね、うん、ACL もそのうち5人になるよ、はい、そのうち撤廃する方向性に行くんだから、うーん、 J リーグもそうなっていくんだから、まず早めに手つけてもいいんじゃないって俺は思うけど。そうですね、それあとは各クラブが決めればいいだけだから。はいはいはい。でもそういうことがひいてはこう日本代表の強化にやっぱつながるってことですよね。それはそう、俺はその通りだと思うよ。うん、まあ、あと酒井宏樹とか武藤とか大迫が帰ってきてくれてるのも大きいよ、うん、大きいですよね。帰ってきた選手たちがこういうモチベーションでこういう高いインデンシティでやってくれてるっていうのは、長友も含めてだけどね、すごく大きいと俺は思ってるよ、うん、本当に彼らのやっぱ貢献って大きい、大きいです、ね、やっぱ違うよねと、うん、それはあると思う。ただ人数が少ないよね。だ、強度の高い選手たちをもっと入れることが日本の J リーグのレベルの強度を高めることが俺はつながると思うから、うん、やっぱ代表なんか見てるとやっぱり圧倒的に強度が高い、その中でなんか鎌田なんてあんな落ち着いてやっちゃうんだってさちょっとそこはびっくりしたね、うん、そうですね。だってもう圧倒的に久保なんかもどうなの、うん、去年と今年何が違うのってなった時にやっぱりフィジカル的な要素が圧倒的に上がったよね、うん、上がりましたね、うん、それでやっぱりそこで力でねじ伏せられてた彼の本来持ってた技術とアイデアっていう工夫、うん、アイデアっていうものが出せなかったと、うん、パワーでねじ伏せられたものが、それがそこに不安がなくなったことで、うん、彼の本来持ってる技術とアイデアが出せる余裕が生まれたよね、うん、だからもう圧倒的に守備が上がったとか言うけど、それは圧倒的なフィジカルが上がったからだよね、うんうん、少々押されてもバランス崩さないですよね、うん、少々相手が近づいてきても何にも恐れない、うん、それがやっぱり彼圧倒的に強度があったんだよね、うん、これよく言われてんだけど、森保監督なんてことも話するけど、真に体って日本の中で言うでしょ、うん、違うんだよ、大義真なんだよ今は、大義真なんだよ、はい、圧倒的にそのフィジカル的な要素が上がらないと、その後に技術があって心なんだよ。うーん、なるほど。もう圧倒的にフィジカル的な要素、これは世界でやっていくために絶対必要、大義心だから。なるほど。それは日常を変えてそれに慣れていくことが大っていうことを高めていくことにつながる、うんうんうん、そうすると本来持ってる勤勉さとか努力するっていう日本人のやっぱりその良さっていうのが、その後に技術とか心っていうものを身につけていくけど、うん、その心理体と心と技術っていうものを力でねじ伏せられちゃうから今まで。その良さを出すためにはやっぱり体っていうのが必要なんだよ、はい、一番最初に体なんだ、うん、体義心だから。なるほど。今森保さんと会話したって言いましたけど、今回のあれでは少しまた話されてない。いや、話してないけど、そのちょっと前だけどね、うん、ワールドカップ終わった後、ワールドカップの前、
そんなこと、うん、まあ、彼もやっぱりヨーロッパ組の選手とこう 接することで考え方が4年前とは変わったって言い方はしてた。だいぶね、いろいろな、うん、ヨーロッパの選手の方がいろいろ守備とか攻撃でどうした方がいいかってことを細かくこう求めてくるっていうようなこと言ってたけど、まあそういうことも含めてだけど、まあいろんな部分でうまくアジャストしながら選手たちの良さっていうのをこう出してるのかなって気がするけどね、うん、最後どうでしょう、森保監督の評価というところではこの6月どうだろうねそこはちょっと、いや、いろんなものをさ、うん、試してって選手を高めてって、うん、じゃあワールドカップの4年後に向けて準備をしていくっていうのが一つの俺は強化試合のテーマだと思うんだよ、はい、そこで勝った負けた、この選手をなんで使わない、うん、どうしてこういうやり方取らない、なんでこの選手をこうしないのかなっていうことよりも、いろんなことを試せるチャンスだし、その時間は森保監督には与えて僕はいい、うん、俺はいいと思うんで、はい、そういう部分ではいろんなテストができた、うん、残念なことにエルサルバドル戦は退場者なんで出しちゃうのっていうまあそうですね、あそこ、ね、あそ黄色でいいじゃんVR 入ってんだからそこ黄色に変えろよって思ったけど、少ないから、強化試合何度も言うけどものすごく少ないからね、うん、一緒にやれる時間が、そうですよね、だから継続してやってたことが俺はある程度、うん、継続やしてやることの功罪って絶対あるんだよ、うん、いいことと良くないこと、うん、はい、でも俺はオリンピックも含めてそうやっていろんなこと言われたけど、いろんなことをこう選手を見てきて、うん、初めての選手いないわけだよ森保監督にしてみたら、うん、だから継続性があるから、その中でいろんなものが今も試せてるよね、うん、これ新しい監督になったらいろんな選手を見なきゃいけない段階だった、うんうん、もう1本も2本も先行ってやれてるっていうメリットは俺はあると思うんで、森保監督に関していろんなこと言われるし、それは功罪あるよ、で面白く思ってない人はやっぱり良くないところ一生懸命探すわな、まあそうですね、選手もそうだけど、やっぱり自分の言ってることを正当化しなきゃいけないから、やっぱあらは探さないといけないからそれ一生懸命探すけど、それはそれでいいとは思うけど、でも俺はそうではなくて、日本代表がいい方向に行くためにはやっぱり継続性っていうのはものすごく俺は重要だと思うんで、うん、そういう判断を協会がした以上、そういう部分では継続性をうまく生かしながら、この6月シリーズはやれたのかなと。あとはドイツでやるだよね。そうね、9月9日に、ね、はい、そこはちょっと楽しみだよね。楽しみですね、うん、あとは中2日でね、もう1試合多分やる予定なんですけど、まだ対戦国はベルギーで行くってやるんだろ。あ、まだね、発表されてないんですよね。うん、会場がベルギーなのかな、なんて、あ、そうなんですか、か、うん、かななんて思ってるんだけど、うん、ちょっとそうは分からないけど、はい、まあ、強豪国ってやってもらいたいよね、せっかく言うの、そうですよね、フランスとかね、うん、どう、いや、やってほしいです、イングランド、そうですね、フランス、イングランド、過去、まあ、イングランドとやってほしいです、僕個人的には、うん、ちょっとラ、なんていうの、南米のチームとはやってきたから、はい、ちょっとザ・ヨーロッパみたいなさ、うん、どっちかっていうと、うん、そういうチームってやった方がいいのかなって気がするけど、ね、フランス、ドイツ、うん、オランダも一つだけどね。あ、オランダもいいですね、あ、でもその強豪国ベルギーでもありだけどね、いいです、まあ、ベルギーちょっと今ベルギー変わってるか人が、うん、じゃあ、まあ、まあどこでもいいやでも今言ってくれたからどこでも確かにね、いいですよね、うん、だからなんかやることで自分たちの立ち位置も分かるし、彼らは分かってると思うけど、改めて分かって、で進む方向がより分かってくるし、いろんなものを発見できるし、はい、いろんなこう収穫ってあると思うんだよね、うん、もう今はうまくいったこと、うまくいかなかったことは全部収穫だから、はい、4年後のための準備の全部収穫だと思うんで、うん、ぜひともいろんなことを経験して、いろんな収穫をこう取って、それを4年後に生かしてもらうための準備期間だと思うんで、はい、ぜひとも俺はそうやって見ていきたいな。で、若い選手ってもっと点々できてもほしい、うん、野心を持って。オリンピック組のハードル高いよ。高いですよね。だけど、うん、いやいやいや、俺たちがっていうさ、うん、もう板倉なんてどうなのよ、ここ 2,3 年で。いや、グッときましたもんね。ああ、うん、谷口もどうなのよ、うん、よかったです、ここ 2,3 年で、うん、ワールドカップ心配だってね、海外国際経験ないし、Jリーグの選手とちょっとあまりにも違うなと思った中で、普通にやっちゃったから、普通にできましたもんね、スペイン戦も。でまして今ね、海外、まあ中東だけどやっててさ、海外での経験っていうのも生きてると思うからさ、やれるんだから。確かに、まあヨーロッパ行けとは言わないけど、誰だ、猫も杓子もね、うん、
ただやっぱり日常を変える J リーグの日常を我々 J リーグ側は変えていかなきゃいけない、うん、そのいろんな手は打っていかなきゃいけない、うん、こうやったら変わるんだっていうことは一つじゃないから、いろんなことを手を打って変えていかなきゃいけない。だけどそれにはちょっと時間かかるから、まあヨーロッパに行ける選手はヨーロッパでやっぱり行って日常を変えて自分のレベルを上げて、ぜひともね成長して、まあ代表に入っていくっていうこともまあ一人おたもなんかそういうこと考えてるかもしれないしさ、ね、うん、まあねそういう選手たちがやっぱりどんどん出てきてもらいたいなと思うけどね。はい、いや本当に最後の方は声を枯らしてまでいろいろ話していただいて、ちょっとありがとうございます。いやいや全然全然、はい、今日も本当ありがとうございました。時間大丈夫なの？時間もうあれです、当然ながらもうアディショナルタイム入ってるんで。嘘、はい、1時間なの？1時間は10分ぐらいもう、はい、本当は1時間？はい、言えよいやスケジュールが1時間半になってたからさ、はい、1時間半の番組かと思ってたんだよ。いや一応1時間で、マネージャーさんには多分伸びるんじゃないですかみたいな話。そういう話、はい、ちょっと最初に言ってよ俺まだまだまだあと15分ぐらい喋るのかと思ってたよ。でももうだいぶ話してくれましたよね。違うだから、はい、何の話するのかなと思ってたんだけどさ。そうなんだよ、オーバーしてたのか。はい、もう聞く人も疲れちゃうからね。いやそのこれで終わろうか。そろそろじゃあサッカー大事したら何、今週は何これ。まだあれなんですよ、もう発売しちゃってるやつなんですよね。あ、これ前半戦の通信簿なんですよ。通信簿、はい、誰がつけたの通信簿、FC 時は僕やりました。はい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 やめてくださいいろいろあるよね。あります。朝のやってんじゃん、インタビュー。そうですよ、活躍してましたから。いいとこ行ってるね。はい、もういいとこ行ってると思いますよ。はい、はい、楽しみだね、後半もね。後半戦楽しみです、うん、宮市です。宮市も楽しみだね。楽しみです、後半戦。さらになんかいろんなこうねバックグラウンドがさ、うん、見えてるからさ、だから応援したくなるよね。いや感情移入できますよね。そう、若くしてさ、うん、わって言ってさ、なんかそう怪我でさ、思いにがね、去年は代表やっと何年かぶりに入りました。それ怪我でさ、あんなに調子よかったに棒に振って、うん、1年ぐらいかけてまた戻ってきました。でいきなり点取ってチームを勝たせました。できすぎなぐらいじゃない、ドラマとしては。本当にあの頃魂感じましたしね。いやなんかさ勢いを感じるよね。まあ後半戦本当にいろんなことあると思うけど、はい、本当にピッチにずっと立ってる、多くの時間ピッチに立ってる姿見たいね。見たいです。まあ宮市だけではなくて他の選手も含めてね、はい、やっぱりいろんな選手が自分の持ってる力をピッチの中でやっぱ出せるような、そういうあのシーズンになってもらいたいなと、はい、うまくいかない選手もいるけど、うん、みんなやっぱ持てる力を出せるようなさ、うん、で J リーグ全体が盛り上がっていくようなさ、うん、そんなシーズンになってもらいたいな。とか優勝するにしても本当に前半戦以上にやっぱドラマチックな展開をね期待したいですよね、うん、個人的にはね、うん、F マリノス強いと思います、うん、でもあの一部の地域で6年間行ったり来たりしますよ、はい、他の地域頑張れとですよね。ね、J リーグあそこだけじゃないんですから、近いですよ横浜川崎ね、うん、いや個人的にはね、なんかこうやって ACL の勢いを買って浦和あたりね優勝して、浦和はまあタレントは前線のタレントなんだな、うん、ちょっとそこは物足りないんだよな、そこはちょっと不安材料、はい、後ろの安定感は抜群にあります、うん、ぜひともね、まだ浦和1回しか優勝してないですから。そうなんですよ、ね、30年目ですし、うん、ACL で優勝して満足することなくね、はい、もっともっと上目指してもらいたいなって思いますけど。今度あれです、なんかリクエスト来てるんで、またあの J リーグのあの秋葉原戦について今度また生配信に来てください。ああ、ちょっと俺ね、あ、そうですか、うん、あのチェアマンでもちょっとそれ話しましたけど。あ、そうなんですか。どうなんですかって話はしましたけど、うん、はい、まあ、あ、なるほどねっていう話は聞きました、うん、俺の認識とはちょっと違う。あ、なるほど。ああそうなんだっていう感じはしましたけど、それみんなどう思ってるんですかね。いや結構分かれてますね。うん、やっぱり功罪があるわけですよ。そうですね、いいところもあるし、良、うん、くないところも当然、うん、どっちにしてもあるんで、うん、どっちを取るかだと思うんですよね。そうですね、うん、いや正解がなくて、本当にどっちを本当に取るか、選手の立場としてはやっぱ、うん、クソ熱い時にやりたくない。そうなんです。そこだけどちょっと話した時には、うん、クソ熱い時にも秋春制はやらなきゃいけないような感じなんだよね。いや多分そうなんですよ、工業的な部分を考えるとダメなんですよ。そうなんだよ、あんまりねシーズンが変わらないんだよ。そうなんです、実は。そうなんです、っていう話だったんだよ。そうなんです。なんてあんま変わんねえんじゃん。だから変わんないから
変えた方がいいんじゃないっていう論争もあるんだけど、そもそも変えるってどういう意味で狙いはどこなのかなと思った時に、いや暑い時にやらないっていうのは一つあるんじゃないかなと思ったんだけど、いや暑い時に結構やるじゃんってなったから、それあんまり変わんないのかなって思って、いやヨーロッパとスケジュール合わせるって意味では一つあるけど、でもそれだけってなるとあまりメリットがなって、ちょっとそれはまたの機会。そうですね、はい、だからでも来るか分かんないよ俺。え、なんでですか。来るか、そんなの分かんない。来てくださいよ。来るか分かんない、そんな。来てくださいよ。そんな簡単には来ないじゃあちょっとそこは僕マネージャーさんと協議しておきます。そうだね、はい、俺の一存じゃ何ともいかないからあと聞いてる人たちはいいよ福田はってない、うるさいからってなることもあるじゃない。いや、なってないですよ。聞いてる方たちがさ、どう思うか分からないからさ、はい、聞いてる方たちのそのリアクションもあるよね、はい、ぜひ来てくださいっていう人がやっぱり3万人ぐらいいたら思いますよそう、これ3万人で考えるんだよね。大体これどのぐらい見てるんですか。これはね、ライブじゃちょっと違うんでしょ。でも700人ぐらいです、今日は。700か、うん、700人のために来るか。来てくださいよ。700人の人たちがぜひって言うんだったら来るよ。はい、一人でもいいって言うんだったら来ない。どういうことですか。699人が来てって言っても一人はいらないって言ったら来ない。それは本当ですか。いや、700人が満足してくれるんだったら考えますよ。分かりました、はい、じゃあ結果ちょっと報告してきます、マネージャーさんに。はい、はい、多分一人はいいっていう人はいると思いますよ。みんなぜひって言ってます。え、そこに書き込む人はぜひって言いますよ。まあそうですね、皆さんぜひ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 っていう。もうどこのファンが多いんですかね。な、一回あれな、いや多分分かれてると思うんですけど、あのね、浦和の ACL 決勝やった時はすごかったです。7000人ぐらい来ました。浦和のファンでしょそれ、うん、そうですそれ浦和のファンでしょ。はい、ね、それ浦和のファンだよね、はい、でもすごかったです。今回は誰、どこのファンが多いの。どこのファンが多いんですか。最後私はどこのファンですって書いてくれたらいいんですけど、うん、意外とあれなんですよね、なんか日本代表好きな方が多いんですよ。あ、そっちなんだ。ここのチャンネルは、あ、そのチャンネルなんだ。あ、それはそれでいいよね。どうです。あ、マリノス、サポ、セレッソ。あ、すいません、もう F マリノス。お前マリノス、サポって言ったら F マリノスって言わなきゃいけないんだよ。でもマリノス、サポですって書いてある。ダメ、 F マリノス、サポです、ね、F を抜いたらいけないんですよ。そうなんですよ。コンサー F をね、軽く見ちゃいけませんよ。知ってますよ、我々創世記の人間からすると。そうですよね、そうです。解説で F マリノスって言わないと怒られるんですから。全然僕言えないじゃないですか、みんな書いてくれてるのに。申し訳ないです、 F マリノスが。でもアンデルソン・ロペス一人で申し訳ないです本当に。あ、でも皆さん、F マリノス多いですね。 FC 東京、札幌、ロアッソ、鹿島、広島。あーって、 J2 はやってないですね。そうですね、はい、はい、あ、鹿島の方とかいるんだ。いますね、神戸、いや、います、います、はい、あ、神戸、はい、すごいね、いろんな方いるんだね。はい、偏ってないんだね。偏ってないですね、はい、で俺も解説は偏ってないから、まんべんなくやってるから。でも大島選手とか、あ、それか、違う、それはチームですね。あ、選手ですね。それは選手もそうだけど、それは強いチームが好きなの当たり前だよね、はい、強いっていうか、俺が好きなサッカー館のやってるサッカーは好きだってことです。で、マリノスとか、例えばベトルビスタとか、そう、攻撃的なチームは好きですよ。それは点がたくさん入るようなフォワードだったからね、うん、はい、で個人でこう行くよりはこうチームでこうつなぎながら行くって、うん、はい、その中でこう俺が目指すようなこうサッカーができるような選手は好きですよ、はい、だからそれは川崎がそういう時代だったし、それは川崎の選手好きでしたよ、それは。はい、今はもうみんなうまいですよ、ここに出した選手たちは、ね、ちなみにこれが福田さんが選んだ前半の川崎いないですよ。だからそうですよね、いやもう川崎はそうですね、今季の前半戦は入らなくて致し方ないかなと思いますね。はい、こんなところで。そうだね、はい、ちょっと長くなっちゃいましたからね。いやいやいや、もう今日も大体僕の中終われって思ってますからね、聞いてる人は。いやいやいや、終われ僕の中では想定内です。もう福田さんがこれぐらい喋っていただくのは。じゃあもう慣れました。期待裏切り、今度40分ぐらいでは頑張ろう。40分ぐらいになったら時計見えてるからね、あっち側に時計あるから。嫌がらせはやめてくださいね、本題は。もう一言もしゃべんない、うんしか言わない。そしたらちょっと本当に焦りますね。どうしたんだ。そうなっちゃいますね。マイクが壊れたのか。はい、ちょっと心配になっちゃいますね。そうなったら、そしたらやっぱ一人でしゃべってくれ。これ大体こういうので言うと俺が91になるのよ。そうです。どういうところでも91になる。いやもうそれがもう分かってるんで。大体91なの、はい、ですよね、はい。ポゼッション率高いのよ。高いんですよ。
だけど決定力ないからゲーム落とすこともね、9-1でキープしてても、いや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 、本当に決定力ないんですよ。いやいやいや、決定力高めるように努力します。これからもう現役時代は抜群の決定力。いやそんなことないです、本当にもう本当に解説も頑張らせていただきますよ。はい、いつも楽しみにしてます。本当に、はい、ね、点がたくさん入るゲームは楽しいですからね。はい、じゃあ本当に今日本当に長い時間、本当にもう喉をこうね、長いですよ本当に長くやってもギャラは一緒ですから。そうですね、早く終わりましょう。はい、はい、本当に福田さん、でも本当濃密なこう話ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。この辺で皆さん失礼します。ありがとうございました。さようなら。お元気で。